立中央図書館は、愛知県岡崎市、厚生通り西にある、公共図書館である。額田地区の樫山町にある、岡崎市立額田図書館とともに、岡崎市立図書館を構成する。情報ライブラリーがある若宮町の岡崎元気館、岡崎町の文教の中心だった、随念寺と上福院国民教育の普及完全を図らんとせば、常に学校教育のみに依頼して、これを望むべからず。さらに他の社会的教育設備の補充あるを要す。しこうして、図書館のごときは、その中における最も寛容にして、格べからざるものなり。本町にありては、すでに10年以来、これが設立を希望して山去氏が、今や帰熟し、ついにここに、町立として、その開設を見るに至れり、けだし、本町の教育事業における一進歩というべし。開館記念式典における、千賀又一岡崎町長の敷地三河地方の岡崎は、徳川家康の生誕地であり、江戸時代には、岡崎城の城下町や東海道の宿場町として、発展した歴史を持つ。1899年には、図書館令が公布され、全国的に図書館が増加していった。1912年3月の岡崎町長会で、公立図書館の開設が議決され、6月29日に図書館設置の許可が下りると、7月21日には、門前町にある随念寺の法殿にて、岡崎町立通俗図書館の開館式が行われ、8月5日に開館した。8月1日に閲覧室の開放を開始するはずだったが、前々日の7月30日に、明治天皇の死去が公表されたことで、8月1日から4日までは休館扱いとしていた。福岡、柳川出身で岡崎町立高等女学校校長を務めていた仙蔵直が初代館長を務めた。校長と館長を兼任していた仙蔵に代わって実質的な運営を担ったのは初代書記の八木海枝である。八木は泰樹寺小学校で訓導兼校長を務めていた。市制施行後に初代館長を務めた柴田健生随念寺の階段を降りた場所にある上福院を仮館舎とし、約50坪ほどの上福院の建物の中で仏間、栗の一部を除いた部分が図書館にあてがわれた。かつて、額田郡第一番小学岡崎学校や岡崎町立高等女学校が設置されるなど、随念寺は岡崎町の文教の中心だった。図書館の定義にもよるが、愛知県内では1897年の津島高等小学校図書館、または1907年の岩瀬文庫と市立半田図書館の開館が最も早く、後者を採用した場合に、岡崎町立通俗図書館は愛知県9番目の図書館だった。開館時の蔵書数は2060部6232冊であり、その大部分は、親伊豆要や千賀千太郎などの個人や、岡崎町教育会からの寄贈によるものである。1912年度の開館日数は219日であり、計上費は436円だった。閲覧人数は1509人であり、1日平均6人程度だった。1915年時点では3857部9612冊の蔵書を有しており、1921年時点では14933冊の蔵書を有していた。1916年7月1日には、岡崎町が愛知県3番目、全国67番目に市制施行して岡崎市となった。これにより岡崎町立通俗図書館は岡崎市立図書館に改称している。1919年には館長の仙蔵が静岡県郡立志田高等女学校に転任したため岡崎を代表する文化人だった岡田撫子とは愛知県立第二中学校教諭を務めた柴田健生を館長に推薦し、1919年には柴田が第2代館長に就任した。大正年間の岡崎公園における図書館の位置名古屋市立及び豊橋市立図書館とともに、本県における三大公立図書館として、その外観内容況に、整備セリ、岡崎市立図書館について、愛知県加工市立図書館記念写真帳、愛知県図書館、協会、1928年岡崎町は、大正天皇御退典記念事業として、新図書館の建設を計画したが、用地の確保などが難航した。それでも岡崎公園内の岡崎城二の丸の一角に定めると、1922年5月1日に地鎮祭を行って着工し、同年12月15日に竣工した。設計は、名古屋市の鶴舞公園総学堂や岡崎銀行本店などを手掛けた鈴木貞次であり、赤レンガと白い花崗岩が印象的なルネサンス風建築である。建設中の1922年7月19日には、岡崎市内の小学校、高等女学校などに対して、巡回文庫の運行を開始している。1923年1月7日に、岡崎公園の新図書館が開館した。この図書館は、現在の三河節の館家康館付近にあった。総工費は、岡崎市予算の 13.4% に相当する 73,635 円。18,905 冊の蔵書を有し、2階建ての西洋館に地下室を備えており、本館の建坪は106坪856尺、高さは44尺5寸であり、延べ床面積は計513平方メートルだった。レンガ造り2階建ての書庫と、木造平屋の付属家屋を備えていた。岡崎高等女学校を卒業した有能な女性たちが書記などとして柴田館長を支え、中には書記から高等女学校の英語教師に転任した者もいた。一般利用者は下足を預ける際に一銭を支払う必要があり、女性のために婦人専用閲覧室が設けられた。灌漑貸し出しの対象は原則として、岡崎市内在住者のみであり、貸し出しの際には保証金が必要となった。貸し出し冊数は最大3冊であり、貸し出し期間は最大10日間だった。市民から展示図書96点を寄贈されたことで、1923年には全国的に見て先駆的であるとされる展示部が設けられた。1925年時点での蔵書数は 19,099 冊、閲覧人数は 62,780 人であり、蔵書数は、岩瀬文庫、市立名古屋図書館、刈谷町立刈谷図書館に次いで、愛知県下第4位だった。年間利用者数は、市立名古屋図書館、名古屋公衆図書館に次いで、愛知県下3位だった。岡崎公園時代の岡崎市立図書館は、市立名古屋図書館、豊橋市立図書館とともに、愛知県内の三大公立図書館と評されている。三河堤、三河古墳記、三河古城記、龍城雑記などの郷土史資料や、国文学の本を中心に収集。1928年4月8日には、新聞閲覧室を増築した。戦前には、市立名古屋図書館、石川県立図書館、奈良県立奈良図書館、埼玉県立埼玉図書館、徳島県立光喜び図書館、東京市立図書館、呉市立図書館、尾道市立尾道図書館、長崎県立長崎図書館、豊橋市図書館、大垣市立図書館、帝国図書館などと、屋形法の交換などを通じて交流があった。1940年に、柴田館長が急逝したことで、岡崎出身で、小樽高等商業学校教授の中村和幸優が、第3代館長に就任した。1945年7月20日の岡崎空襲では、建物が焼失し、図書館は廃館となった。愛知県内では、瀬戸市の市立瀬戸図書館と一宮市の一宮市立図書館も、戦災で焼失している。太平洋戦争末期に廃館した後、約2年間にわたって、全面的に休館。1947年7月11日には、岡崎公園内の厚生町511にある、演舞場だった建物にて再開館した。所在地は、岡崎市、厚生庁515、この場所は後に、公園管理事務所となり、現在の岡崎公園グラウンド東側付近に相当する。戦後初の館長には、岡崎市教育長との兼任で、横田良4が就任したが、横田は1955年頃に、専任の図書館長となっている。延べ床面積は、戦前の半分程度の280平方メートルであり、再開館時の蔵書数は、戦後の混乱が影響して1000冊程度だった。閲覧時間は午前10時から午後5時、閲覧料は1回50銭、館外貸し出しはできなかった。1947年には、愛知学芸大学岡崎分校に CIE 図書室が設置されている。1950年9月には、部分的に開課が導入され、分類には、日本重心分類法が導入された。1949年には、岡崎市立図書館運営委員会が設置され、1951年には、図書館法にのっとって、岡崎市立図書館設置条例が公布された。1955年には、岡崎図書館協会が発足している。1952年の利用者数は 32,734 人であり、閲覧図書数は 62,565 冊だった。一般利用者は約 25% であり、残りすべてが児童だった。1954年には、館外貸し出しを開始。対象は、高校生以上であり、1回につき最大1冊、最大1週間であり、保証金として300円を支払う必要があった。1957年度の蔵書数は 27,672 冊であり、館外貸し出し数は 6,051 冊、館内利用数は 64,584 冊だった。この年の予算は、総額 2,932,200 円であり、うち備品費が 1,275,000 円だった。1958年には、横田の後任の第5代館長に、杉本武が就任した。1959年9月の伊勢湾台風や1962年の台風14号では、岡崎市立図書館も被害を受けたが、岡崎市は、図書館よりも岡崎城や岡崎市民会館の再建を優先した。1962年には、開館50周年を迎えたが、記念行事などは特に行われていない。旧青年学校校舎は、建物が古くて狭く、テニスコートに隣接していたことで騒音がひどく、低地にあったため何度も洪水被害を受けた。仮館時代の位置の変遷様々な問題があったため、六区町市で先15番地1の愛知県立岡崎商業高校が移転したのを機に、1962年12月11日には、岡崎商業高校が使用していた建物に移転した。北側校舎を改修し、3教室の間の壁を取り払って、書庫、事務室としたほか、2教室を閲覧室としたが、教室の黒板はそのまま残された。延べ床面積は920平方メートル、蔵書数は4万冊となった。この場所は、現在の鉱山会館付近である。1966年4月には、岡崎市管財課次長を務めていた、西崎清忠が、杉本の後任の館長に就任した。この建物は老朽化が、激しく、寒々としていて薄暗かった。同地に、岡崎市民会館の建設が決定したことから、1966年5月1日には、厚生通り西2丁目20にある旧岡崎警察署庁舎へ移転した。この場所は、現在の岡崎市美湖付近である。この建物は、木造2階建てで延べ床面積は、約1200平方メートルと広かったが、大正初期の建築物であり、老朽化が進んでいた。同年には家康文庫が設置されている。新館建設の要望このように、1947年から1971年までは、既存の建物を暫定的に図書館として使用してきた。1953年頃から図書館の新設を訴える陳情や請願が行われており、1957年度には図書館の新設資金として毎年100万円を積み立てることとなったが、最低でも数千万円を要する建設費用の積み立てとしては少額すぎた。1965年度と1966年度の岡崎市議会では、ある議員が図書館は寒々としていて、哀れ刑務所の中という感じ、かつて軍部の手先として民衆を震え上がらせた、おいこら警察の感じだとして、新図書館の建設を希求した。1970年6月頃には、明大寺町に新館を建設することが決定した。明大寺町は、名鉄名古屋本線東岡崎駅の南に位置する文京地区であり、1912年の開館から半世紀以上を経て、初めて名鉄名古屋本線以南に図書館が立地することとなった。この敷地には、私立岡崎高等看護学院と岡崎市婦人会館があったが、それぞれ私立岡崎病院跡地と旧農林水産省市畜牧場内に移転している。1970年12月18日から1971年10月28日にかけて建設工事が行われ、1971年11月1日に明大寺町の新館が開館した。総工費は約4億円とする資料もあれば、2億1437万4000円とする資料もある。三和建設が施行した。延べ床面積は2477平方メートル。戦前の岡崎公園時代の建物の雰囲気を参考に、レンガ造り風のデザインが採用されており、3階建て、2階建て、平屋の3層というひな壇式の外観となった。電動式書架を採用し、閲覧室の拡張を図った。新館の開館に伴って職員が倍増となっている。翌1972年には、隣接地に岡崎市美術館が開館した。1976年度末には、蔵書数が10万冊に達した。1977年以降には、岩津市民センター、六美市民センター、南部市民センター、矢作市民センター、東部市民センターの各市民センターへの配本を開始し、さらに、太陽の城と働く婦人会館にも配本を開始した。1979年には、愛知県の図書館として、初めてコンピュータシステムを導入。1980年の蔵書数は1971年の新館開館時の約2倍。貸出冊数は1971年の約30倍に達した。この背景には入館受付の廃止、開課の設置、館外貸出の簡素化、配本書や移動図書館などがある。障害者向けのサービスとしては、1981年には身体障害者向けに図書郵送貸出サービスを開始、1982年には視覚障害者向けにカセットテープの貸し出しを開始、1985年には点字図書の貸し出しを開始した。1987年3月には鶴田拓地文庫を設置し、同年10月には菅江真澄文庫を設置。1988年6月には大改修を行い、一般図書室と資料展示室に充てられていた2階を強度、参考図書室、郷土資料室に充てられていた1階を一般閲覧室とした。1988年度から1992年度までの5カ年計画で、中日新聞、朝日新聞、毎日新聞、東海愛知新聞の4紙の過去40年分計43万6000ページを光ディスク化する作業を行った。1989年度からは、愛知県内の公立図書館では初めて光ディスクの利用を開始している。1992年には、子ども図書館と中学生閲覧室の間の壁を取り払い、中学生閲覧室を廃止して、ワンフロアの子ども図書館とした。1993年10月には、プレハブの書庫を増設している。1996年10月1日から28日には、改装工事のために休館し、コンピュータを導入。この際には、館内のレイアウトを大幅に変更しており、レファレンスカウンターや返却ポストを設置している。相互貸借サービスを開始したのはこの頃であり、1997年4月には、ビデオテープの貸し出しを開始した。1999年1月には、図書館の公式ウェブサイトを開設。2002年には、インターネット蔵書検索、予約システムの運用を開始した。移転に向けた動きしばらくすると、明大寺町の図書館も徐々に手狭になり、再移転が議論されるようになった。2000年2月には、岡崎市図書館基本構想が策定され、岡崎公園のグラウンド跡地が建設地に盛り込まれた。しかし、駐車場の建設費が莫大になることが判明したり、発掘調査で江戸時代の石垣など岡崎城の遺構が発掘されたりしたことで、図書館の建設地としては不適当とされた。そこで、岡崎郵便局移転後に、跡地の利用方法が議論されていた構成通り西4丁目が、移転先として有力視されるようになった。岡崎郵便局跡地には2000年7月22日に、商業施設、岡崎城下三河小町が建てられたが、経営状態が逼迫していることは、同年9月の市議会定例会で早くも指摘されていた。2001年1月、市は図書館の建設場所を構成通り西4丁目とする方針を固めた。同年8月13日に開かれた市議会の新図書館建設特別委員会で市の提案が了承された。1992年に開始された岡崎市図書館建設基金は最終的に35億円となり、1987年に開始された岡崎市厚生地区拠点整備基金は15億円となっていた。これによって、岡崎市立図書館は再び名鉄以北に戻ることとなっている。2004年3月には、岡崎市新図書館基本計画が策定され、2005年3月には、新図書館を核とする、厚生地区拠点整備基本設計が策定された。2006年4月には、複合文化施設、岡崎市図書館交流プラザの実施設計が策定され、2006年6月28日に着工された。この間の2005年1月1日には、岡崎市が額田郡額田町を編入合併し、岡崎市立図書館は岡崎市立中央図書館に改称されている。2004年度から開館までの4年間には、市民参加型のワークショップが25回開催され、建築家であり都市計画の専門家である遠藤康弘がワークショップの指導を行った。岡崎図書館クラブは2001年頃から活動を行い、図書館祭り、学校読み聞かせボランティア交流会、調べ学習講座などを企画して、図書館と共に運営した。リブラ開館後には、リブラサポータークラブに改称し、図書館祭り、連続講演会、講座などを企画している。2008年9月1日には、新館開館準備のために、明大寺町の図書館が閉館。11月1日に、図書館交流プラザ内に、中央図書館が開館した。移転によって、延べ床面積は2477平方メートルから7895平方メートルと、約3倍に拡大し、約10万冊を新規購入したことで、蔵書数は約60万冊に増加した。公募によって決定した愛称、リーブラは、ライブラリーとリバティを組み合わせた造語である。開館後の3日間だけで約4万人が訪れ、約2500人が利用者カードの申請を行うとともに、36000冊が貸し出された。2階のポピュラーライブラリーと子供図書室は貸し出し数が多すぎて消化がガラガラになってしまったという。開館後の1ヶ月間に165,133人が利用し、月間目標84,000人の2倍近くとなる滑り出しを見せた。休館時代から中高生の自習室利用が多かったため、移転後も中高生を締め出すことはしないという方針を設けている。明大寺町の旧中央図書館は、隣接する岡崎市美術館の東館に生まれ変わっている。2010年3月から4月には、図書館の蔵書検索システムが閲覧しづらくなる現象が発生。図書館は警察に被害届を提出し、5月25日にはサイバー攻撃を仕掛けたとして利用者の一人が逮捕された。この利用者は起訴猶予処分となったが、利用者側にサイバー攻撃の意図はなく、根本的な原因がシステムの不具合にあったことから論議を呼んだ。9月には、図書館が公式見解を発表し、2011年2月には、図書館とこの利用者の和解が成立している。この事件は、リブリハック事件、または、岡崎市立中央図書館事件と呼ばれている。2010年9月には、蔵書検索システムを管理していた、三菱電機インフォメーションシステムズのミスによって、図書館利用者の利用状況及び、個人情報185件が流出していたことが判明。流出したのは延滞予約本のリストデータであり、氏名、年齢、電話番号、貸出しと署名などが含まれていた。岡崎市はこれを守秘義務契約違反などであるとした。管理を委託していたマディーズとの契約を短縮して2012年末までとし、それまでの約2年間は、マディーズが無償で保守業務を担当することとなった。中央図書館の利用者はリブラの有料託児サービスを利用できる。2012年時点で託児サービスを行っている東海地方の図書館は岡崎市立図書館に加えて桑名市立中央図書館と岐阜市立図書館のみだった。2010年11月には岡崎元気館でブックスタート事業を開始し、岡崎市内の乳児全員に絵本を送っている。ポリオワクチンの予防接種会場でもある同館で、岡崎市出身の絵本作家である、瀬川康夫が絵を担当した、いないいないばあを送っている。2011年12月24日にハリブラの入館者数が500万人を突破した。2012年には、公立図書館、開館100周年を迎えた。愛知県の公立図書館としては、津島市立図書館に次いで2番目である。2014年7月1日からは、三河地方では初めて国立国会図書館、デジタルコレクションの閲覧が可能になった。開館から6年9ヶ月後の2015年7月18日には、リブラの来館者数が1000万人に達した。岡崎市立中央図書館は、厚生通り西にある複合型文化施設、岡崎市図書館交流プラザの中核施設であり、地上2階から地下1階の3フロアの一部を使用している。2011年度の蔵書数は、図書が 629,933 冊、視聴覚資料が 22,888 点、計 652,821 冊である。収容可能冊数は、開花31万5千冊、書庫64万冊、計100万冊である。中央図書館長は、額田図書館の館長も兼務し、中央図書館は、額田図書館の管理運営及び自動車文庫の運営を行っている。このほか、9カ所にある地域図書室と連絡し、運営を支援している。2008年の岡崎市図書館交流プラザ開館と、同時に、岡崎市立中央図書館の窓口業務は民間に委託されている。岡崎市図書館交流プラザの建物全体の建設費は約100億円。開花に31万5千冊、書庫に64万冊、その他に4万5千冊、計100万冊を収容できる。各階のステーションから地下1階の自動水筒書庫の操作を行うと、任意の書籍が自動で書庫から搬出される。1階は、地域資料など専門性の高い図書を集めたレファレンスライブラリー。2階は、新聞、雑誌や一般向け図書を集めたポピュラーライブラリーとして区分されている。南側からの直射日光を避け、北側からの安定した採光を行うために、図書館部分は建物全体の北側に山に集められている。紫外線を避けるために主要なガラスにはローイ複層ガラスを採用している。当面と西面は全面をカーテンウォールとし、電動ロールブラインドによって遮光制御を容易にしている。照明は初夏の間隔に合わせて配置されている。開放感ある明るい雰囲気のポピュラーライブラリー入り口1階のレファレンスライブラリーと2階のポピュラーライブラリーはその特色に合わせて内装に差異が付けられており、いずれも城下町としてのイメージを想起させる黒色と白色がテーマカラーとなっている。1階には落ち着いた雰囲気の黒い敷物が床面に用いられ、2階には明るい雰囲気の白木の床面が用いられている。天井高は1階より2階の方が高いが、1階が5段初夏なのに、対して2階は6段初夏であり、1階は利用者に落ち着きを、2階は利用者に開放感を与えている。1階は白い床面に対して黒色の書棚が用いられ、図書の存在感が強く示されている。2階は黒い床面に対して白色の書棚が用いられ、図書の表情が際立つように配慮されている。図書館外部にある夜間、休日返却口に突っ込まれた書籍は、ベルトコンベヤでバックヤードに運ばれ、さらに自動仕分け機でテーマごとに自動分類される。1階には閲覧席187席があり、インターネット席、データベース席、持ち込めパソコン席と、研究個室5室とグループ室1室を完備している。2階には閲覧席428席が設置されており、新聞、雑誌コーナーや CD や DVD などの視聴覚資料と視聴ブース、外国語資料コーナー、展示図書や録音図書と対面朗読室2室が置かれている。対面朗読室は防音設備を有しており、地元の朗読グループがボランティア登録を行って、視覚障害者らに音読サービスを行っている。また、ティーンズコーナーとして、10代の利用者が必要とする情報を提供する図書を中心に揃えたコーナーを設置している。コーナーには、10代が優先的に使用できるティーンズルームがある。入り口を出て、通路を挟んだ反対側には、子供図書室がある。また、子供図書館には、児童書や絵本、紙芝居などが置かれ、お話の部屋と赤ちゃんコーナー、授乳室を設置している。これらの設備が評価され、岡崎市図書館交流プラザは、第17回愛知町並建築賞、第42回中部建築賞、日本建築学会作品選奨2010、日本建築家協会優秀建築選2011、第13回公共建築賞優秀賞に選ばれている。ビスタラインと岡崎市図書館交流プラザの関係岡崎の町には、古くから、徳川家の菩提寺である、大樹寺から、岡崎城に対する眺望を遮ってはならないとする、不文律がある。寛永18年に、徳川家光が大樹寺山門や総門を建ててから約370年間、法律や条例などの規制がない中で、不文律が維持されており、大樹寺と岡崎城の間の、約 3km に眺望を遮る4階建て以上の、建築物が建設されたことはなかった。岡崎市図書館交流プラザはこのビスタライン上にあるため、大規模複合施設としては、低層の3階建てで建設された。岡崎市図書館交流プラザに隣接して31階建て、高さ105メートルの岡崎タワーレジデンスがあるが、この超高層マンションは、ビスタラインをわずかにそれている。リブラ1階にある。岡崎昔館岡崎市ゆかりの人物の郷土資料が充実しており、徳川家康、菅江真澄、鶴田拓井家の3人については個別の文庫が設置されている。2008年に岡崎市図書館交流プラザが開館すると、これらの特殊文庫は岡崎学コーナーに設置されている。1965年には家康公350年祭を記念し、岡崎ロータリークラブからの寄付金をもとに、家康文庫を設置。ロータリークラブからはその後も毎年寄付を受け、家康文庫を拡張させていった。1975年度末の家康文庫は663点だったが、2007年度末には2744点、2014年時点では約3900点となっている。直接家康に言及している文献以外にも、家康が生きた時代などに関する幅広い分野の文献を揃えている。1986年には、郷土史屋の内田武から菅江真澄に関する文献の寄贈を受け、1987年から複製製本した菅江文庫として公開している。さらには、同年に寄贈、または寄託された鶴田拓池に関する文献を中心として、鶴田文庫として、書籍、短冊、軸物、粉本、屏風など265点の資料を所蔵している。岡崎市図書館交流プラザ内には、歴史資料展示室、岡崎昔館がある。小中学生の郷土学習に重点を置いており、岡崎出身の偉人、岡崎の歴史、岡崎の文化をまとめている。リブラ2階にある、内田治ジャズコレクション展示室岡崎市は、NHK と協力して、過去の岡崎市を伝える映像、リブラ映像アーカイブスを公開している。2013年末時点で280点の映像が公開されており、これらは岡崎市図書館交流プラザでしか見ることができない。岡崎市はジャズの街を歌っている。岡崎市図書館交流プラザ内には内田治ジャズコレクション展示室があり、ジャズ界では世界有数のコレクションだとされている。このコレクションは岡崎市に生まれ育ったジャズ愛好家の内田治によって1993年に寄贈されたものであり、レコード、プライベートテープ、書籍、オーディオなどからなる。1975年、岡崎市立図書館は移動図書館用の車両を購入し、緑号と名付けて、市内の小学校などへの巡回を開始した。1981年には2台目の移動図書館用車両を購入し、巡回場所を37箇所に拡張した。1983年には、緑号の車両を更新し、名称を青い号に変更している。1991年には、移動図書館用車両1台を更新した。2006年には、移動図書館用車両1台を電動リフト付きの車両に更新した。旧岡崎市幸田町額田町旧豊田市安城市、西尾市蒲郡市音羽町下山村2008年までの灌漑化仕出し可能者の変遷旧岡崎市1997年の拡大自治体2000年の拡大自治体、岡崎市立図書館は1979年に最大貸し出し冊数を2冊から5冊に増やし、1982年には5冊から3冊に減らしたものの、1985年には再び5冊に増やし、1998年には10冊に増やした。2008年には、図書10冊、視聴覚資料5冊となった。額田町立図書館は、最大2冊の時代が長かったものの、1996年以前には、最大3冊となっている。岡崎市と額田町が合併すると、貸出冊数と、貸出期間は、岡崎市の規則に揃えられた。1997年までの灌漑貸出可能者は、岡崎市内の在住、在勤、在学者だけだったものの、1997年には、岡崎市、額田野郡幸田町、額田野郡額田町の3自治体の相互利用が開始され、幸田町、額田町の在住、在勤、在学者にも拡大された。2000年には、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、保井郡音羽町、東鴨郡下山村の在住、在勤、在学者も、灌漑貸出が可能となった。2008年には、灌漑貸出可能者が、愛知県全域の在住、在勤、在学者に拡大された。額田町立図書館の副社代金は開館した1977年時点では1枚100円だったが、その後1枚50円、1枚20円と段階的に減額された。岡崎市立図書館の資料複写代金は1995年に1枚30円から1枚20円に減額され、2000年には1枚10円となった。2000年には岡崎市立図書館が祝日開館を開始。2003年には平日の開館時間が17時までから19時までに延長された。市町村合併後の2006年には額田図書館の祝日開館を開始した。2008年に岡崎市図書館交流プラザが開館すると、中央図書館は開館時間が9時から21時、額田図書館は開館時間が9時から17時までとなった。岡崎市立図書館の休館日は、明大寺町時代は月曜日だったが、2008年の岡崎市図書館交流プラザ移転後には水曜日となった。ありがとうございます。